皆さんこんにちは、エコです。お知らせがあります。明日11月29日から12月8日までピンクラテンのオリジナルクリスマスコフレが当たるキャンペーンをやります。プレゼントの内容はピンクラテのオリジナルコスメとミストとポーチの豪華なセットです。そしてじゃじゃん、ピンクラテのウェブも5人の直筆サイン入りチェキをプレゼントします。全部柄が違うんです。全部ちゃんと直筆です。コスメとミストとポーチのセットと一緒に10名様にプレゼントいたします。応募方法なんですけど、ピンクラテ TV の公式インスタグラムをフォロー、そしてプレゼントキャンペーンの画像にいいねで応募できます。みんなコメントとかでアピールしてください。応募お待ちしております。バイバーイ。エコです。ゆめかです。リナです。ゆらりです。アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は第3弾かくれんぼやりたいと思います。イエーイ。しかもですね、今回は3回目ということで難易度を上げます。それはと言いますと、みんな音楽とか爆音で音を聞きながらかくれんぼをやりたいと思います。その名もイヤホンガンガンかくれんぼ。すごいね、難易度上がったね。とても、でも30分以内でしょ。そう、制限時間30分で、もちろん今回も2はキティさんにお願いしたいと思います。お願いします。今回こそは全員見つけます。よーい、スタートとなってから3分後にキティさんが始動するので、スタートって言ってから30分間制限時間があって、その間まで隠れきれるかっていう、怖い怖い怖いよ。見つかった人は PT さんと一緒に探しますか。そうですね、いつものルールで行きましょうか。あ、あとは使えるフロアですね。だから地下1階、1階、6階、14階のフロアで、はい、隠れていきますよ。いいですか、皆さん準備。はい、せーの、どうぞ。倉庫みたいなところに隠れます。隠れる時間が本当に少ない。声のボリュームがわからないからちょっと怖いです。資材室みたいなのが入れそうです。入る？入っていいのかな。って言っても何も聞こえないと。前回同様、結構際どいところに隠れようと思ってます。うわ、ここなら大丈夫なんじゃないでしょうか。大丈夫かな、ここ本当に。ここでちょっと縮こまります。4階の食堂の壁とトレーの間にいます。今回はマジで自信あります。今まで3回、いや2回やってきたんですけど、2回連続で一番最初に見つかってるんで、今回は絶対に見つかりたくなるので本気です。どうしよう、耳が片方もいいの。あれ、ここの裏に隠れたいと思います。見つかるかな。こんな感じのやつの窓との間に隠れてます。ラップ聞いてます。よっしゃ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、それでは探しに行きたいと思います。では6階に行きたいと思います。第3弾ということで、ちょっとイヤホンガンガンしてるので、みんな足音とか気配を気づかないんじゃないですかね。あら、なんかちょっと音聞こえません？これ聞こえますね。これいますね。発見！これは姫か発見。見つけました。音漏れてましたけど、音が、音で気づきました。今探し始めてから1分で。え、本当ですか。本当に最悪。もう、え、でも絶対さ、みんなも音漏れしてますよね。そうだね。ちょっと他のみんなをじゃあ姫香と一緒に探したいと思います。はい、頑張ります。なんかあそこ不自然じゃない？本当ですか？椅子があるの。不自然ですね。ちょっと不自然だね、ここら辺。ありませんでした。ありませんでした。
すいませんでした。回を変えません？回変えます？正直言っちゃうとアリアと一緒の回で逃げたんですよ。でもなんか裏切られた。あ、それもあると思うよ。これは裏切られましたね。だっていなくない？はい、いないっすね。着替えとか、います？着替えする場所、クローゼットの中。確かに。あ、待って、ヒロコいた。見つけた。やっぱさ、ここじゃないんじゃない？違います。違う階に移動した説もあるよ。ショッキング。じゃあ、何回行きます？14階行こうかな。はい。行きそうなの。でもユナとか行きそうじゃない？あ、確かに意外と強いから。では14回行きます。いや、姫かはちょっと意外でしたわ。めっちゃショックですね。もう一回ユナ、ユナやりましょう。そしたら絶対1位になります。何にも音が聞こえないからわかんない。怖い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 。そういえばこれピティさんもイヤホンつけてるんですかね。聞くの忘れてました。これもしつけてなかったら絶対声聞こえてますよね。あ、聞くの忘れてしまった。ちなみに今10分経過しました。待って、ちょっと静かに行こう。いないね。いないです。いないね。階段禁止ですか？階段はあり。行ってみます。怖い。鬼、あ、鬼もしますよ。そう、鬼もしてるかと思ってました。聞くの忘れちゃったって思って。わしゃ、裏の曲子って。俺なんか気にしちゃったから。え、違う、だってあえ、こんなに人いるとは思わなかったです。さんいっぱい。今回、ウイテレパシーちょっと出てなかったですね。あの、消しました。視聴者の人見たいんじゃないかな。ウイテレパシー見たいんじゃない？見たいんじゃない？しちゃうといけない。視聴者の人、せーの。あれ、ちょっとなんか退化した。退化した。なんだか、え、こんなんじゃない。え、絶対違う。ゴリラじゃない。ここに降りたのはあのエコユナです。でもここにいるか分かんないです。そうだよね、はい、じゃあ一応探して。でもエコちゃんとユナちゃんどっちかぐらいいるでしょ。そうだよね。え、ユナちゃんこういうとこ入れますね。あ、ユナ、ユナ入れるね。あ、びっくりした。なんか少しだけバンバンって聞く。こんにちは。ね、いないっすね。じゃあ14階を見ましょう。そうだね。こういうところ小細工ですね。こちら行きます。来たかも。ユナとか入りそうですね、こういうところ。まさか冷蔵庫の。あ、発見。やだ。見つかったー。ユナ発見。アリア1。何回からいきますか？6、1、B1 でいきます。そうしましょう。あと何分ですか？あと13分。あと13分ですね。トランジション。ピュピュピュ。ちょっとおかしい。なんか聞こえてきます。あ、ちょっと待って、みんな。ヒロコいた。見つけた。バサ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 。はい、行こう。あ、ちょっと待って、みんな。ヒロコいる。あ、見つけた。そう、さっきね、ここがちょっと怪しいなって思ったの。ここのね、椅子がなんかぐちゃぐちゃってなってて。あ、ん？あ、ん？いや、気のせいだと思います、多分。え？うわ、いた！いた！いました！死んでましたよ。はい、ということで、全員見つけました。今回のかくれんぼの勝者はアリアでした。全員見つけたからピティさんですね。初めてじゃない、これ。やったー。最後に見つけたのがアリア、その次がユナ、その次がエコ、その次がユナイ。一番じゃなかったの？一番だと思った。今回まさかの一番は
姫香選手でした。あのアリア見つかった時こうやって寝てたんですよ。めっちゃびっくりしました。でも姫香を見つけた後にここを見つけに行ったの。けど1回目の時見つけなかったよね、うん、その時なんか怪しいなって言われて、あ、見つかったと思って動いたんです。そしたら見つかなかったんですよ。でもあれですよ、ピテさんイヤホンしてないから。そっか、そうなんです。私多分それが原因で見つかったんですよ。じゃあ次回4回目を開催するとしたら、私もイヤホン、はい、みんなイヤホンでちょっとやりたいなって思います。ちょっとなんかみんな闘志が燃えてきてるんで、はい、うん、第4弾を皆さん楽しみにしててくださいね。次は勝ちますから、はい、めっちゃ勝ち、多分相当悔しがってますよ。あら、相当悔しい姫子さん、本当に悔しがってますよ。だってさ、今回一番最初に見つかっちゃったから、ね、確かに、うん、自信があればあるほど悔しい。相当難しいということです。難しいけど。はい、ということで次回も楽しみにしていてください。はい、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。